こんばんは、2月6日の小野家の食卓シリーズ、夕食です。今日は昨日に続いて、昨日はあれですね、牡蠣のバター炒めで、今日が鍋です。はい、はい、これは本当はきりたんぽ鍋しようと思ったのに、きりたんぽ買い忘れて、鶏肉も買い忘れて、普通の肉団子鍋です。はい、美味しそうですね。美味しそうです。はい。マイイン。それでこちらが大好きなホタルイカボイルの方です。はい。あとブツです。マグロのブツですね。はい。はい、これが、白菜のおしんこですね。はい、それからこちら葉っぱですね。セリと三つ葉です。はい。それとこれがあっくんからいただいた柚子胡椒ですね。これをお団子にくっつけて食べようかなと思ってます。はい、いいですか。はい、ではいただきます。